俺っちはランボさんだもんね。お前誰？ママ忍者が攻めてきたぞ。イッピ忍者大好きよ。一緒に遊ぶね。ランボさんが先に遊ぶんだもんね。ランボずるい。ランボさんだけ遊ぶんだもんね。今日も朝から楽しそうね。え、お客さん？あら、誰もいないじゃない。いよいよ学園祭か。楽しみだな。毎年クラスごとに出し物を用意してすっごく盛り上がるから、京子ちゃんと思い出に残る楽しい学園祭にしたいよな。はい。あ、京子ちゃん、何か提案するのかな。私は劇がいいと思います。劇か、いいな。京子ちゃんがヒロインで俺が主役。ってのはさすがに無理か。学園祭って意外と面倒っすね、10代目。まあまあ、そう言うなよ。みんな楽しみにしてんだぜ。学園祭当日、俺たちはバックルでどっか遊びに行くってのはどうすか。そんな小暮くん、俺は結構楽しみだけど、みんなで劇って面白そうじゃないかな。そうっすよね。俺も劇で盛り上がりたいと思ってたんすよ。おい、おめえら劇で文句ねえよな。ちょっと小暮くん、無理やり決めてどうすんの。10代目、クラス全員異議なしっすよ。 A 組の出し物は劇で決定っすね。決定してるし。劇はいいけど、演目はどうすんだ。それはランボさん、忍者だもんね。手裏剣、シュッシュッシュ。なあ、勝手に学校来て何やってんだよ。イッピンこの位置よ。イッピンまで。ミラクル光線。しかもその攻撃忍者じゃないし。お、光線銃か。面白いおもちゃ持ってんな。大丈夫か、ランボ。ランボさん、か、ま、おお、ないな、さすが忍者だ。そうだ、これだ。忍者なんてどうすか、10代目。いきなり影響されないでよ。でも面白そうじゃない。忍者が正義のために戦うの。派手なアクションなんかもあって。兵庫ちゃんまで。ランボさんやる。ランボさん主役。おめえは引っ込んでろ、アホウシ。
主役はもちろん10代目で決まりっすよね。俺面白い台本書きますから。お、僕でらすっかりやる気になってんな。当たり前だ。こうなったら演出も俺がやるぞ。ね、10代目、楽しみにしててください。それでいいのかな。誰かが引っ張ってくれないと決まるものも決まらないし、せっかくだから僕でら君にお願いしてみない？よっしゃ、俺が最高に面白い台本を用意してやる。お前ら楽しみに待ってろよ。そうだな、タイトルは忍者の砦だ。10代目、期待は裏切りませんからね。10代目、俺も忍者の砦の演出プランで頭がいっぱいっすよ。気が早いね。おいおい、綱だけじゃなく俺の出番なんかもちゃんとあるんだろうな。おめえも出る気かよ。当然だろ。け、10年早えよ。まあまあ、極寺君、クラスの劇なんだからね。10代目がそう言うなら感謝しろよ。おう、サンキューな。沢田。お兄さん、兵庫から聞いたぞ。お前たち忍者の芝居をするんだってな。情報早っ。忍者と聞いては黙っておれん。俺も参加するぞ。極限の忍術を披露してやる。この芝生頭、てめえクラスどころか学年も違うだろうが、首突っ込むんじゃねえ。黙れタコヘッド。忍者の何たるかも知らん貴様には任せられん。まあまあ、笹川兄はゲスト出演ってことで。うん、貴様はタコヘッドと違って話が早いな。山本、演出の俺に断りもなく勝手に仕切ってんじゃねえぞ。いいじゃねえか。リボーンさん、ファミリー総出で学園にエンターテインメントを提供することもマフィアの大事な務めだぞ。学園祭ってそういうもんじゃないと思うけど。とにかくやるからには半端は許されねえぞ。今日からみんな忍術の修行だ。そうっすね、自分認識が甘かったっす。台本も大切っすけど、まずは忍者らしい演技を練習しましょう。10代目。でも忍者らしい演技って言われても、どんな練習すればいいのかな。俺に任せとけ。知り合いの忍者を呼んでやる。さすがリボンさん、オンに行きます。やるな小僧、こりゃ面白くなりそうだ。忍者の知り合いが来るとあってはますます俺も参加しないわけにはいかなくなってきたな。なんだか大事になってきたけど大丈夫かな。でも京子ちゃんがヒロインならちょっと嬉しい。
しいかも。ダメだ。クソ、消えやがった。何だったんだ、おい。俺が聞きたいよ。あら、どうしたの？何か用かしら？京子と春が一緒にケーキ食べに行こうって誘ってくれたの。私を意外って目で見てなかった。
ものすごくギュッとしてもらいたい気分です。はぎ GO!やるぜ。